テキスト24ページ。風と落ち葉と旅人。どんな感じの歌なのか、よくレコードを聞いて考えてみましょう。二重唱のところは音程が難しいので、何度も練習することが大切です。特にテキスト25ページの3段目の2小節目のところは、コーラスが掛け合いになっています。レコードの歌い方をよく聞いて、早く歌ったり遅く歌ったりしないようにしてください。レガートに歌うところ、スタカートに歌うところをテキストの譜面を見てよく考えてみましょう。テキスト36ページ、ゴリラの歌。3年間のヤマハ音楽教室幼児科でのお勉強の最後のお歌です。この曲は、初めのところがテンポルバートになっていて、ここは自由なテンポで歌います。テキスト37ページ、1段目の2小節目からは、リズム伴奏がつきます。ここからは言葉をはっきりリズムに乗って歌ってください。この曲はテンポが変わったり、途中で拍子が変わったりしますので、レコードをよく聞いて、譜面の通りに歌えるようになるまで何度も練習しましょう。